カジガヤ貨物ターミナル駅は、神奈川県川崎市宮前区カジガヤにある、日本貨物鉄道の貨物駅、武蔵野線所属。川崎内陸部の工場関係の貨物の出荷、到着が期待できることや、多摩電園都市、港北ニュータウンなど周辺地域の人口を背景と、する消費物資の到着が期待できることから、小杉トンネルと生田トンネルに挟まれた明かり区間に、 設置された貨物の拠点駅である。開業により、南部線の稲城長沼駅、武蔵溝の口駅の貨物取扱業務が当駅に集約された。また、知って黒川道路を介して、東名高速道路、第三京浜道路、国道246号に近く、これらの幹線道路によって、東京都南西部をも駅の勢力圏内とできることから、山手線の恵比寿駅、 渋谷駅の貨物取扱いも当駅に集約された。武蔵野線工事士によれば、敷地面積は17万7千平方メートルであり、当初、将来的な貨物取扱い量は、年間170万トン、1日あたり貨車400両と計画された。築地堤上にある、高架駅、トンネルとトンネルの間の短い地上区間に、設置されている、一面2線のコンテナホームがある。 ホームは長いが、東側約300メートルのみ使用されている。駅構内のホーム付近は、南側から、上下本線、着発線4本、仕分け線4本、二役線、ホーム、二役線、仕分け線3本の順に並んでいる。二役線と着発線は、府中本町駅方面へ伸びる、引き上げ線でつながっている。なお、府中本町方面に伸びる、引き上げ線は、 行田トンネル内にまで伸びている。なお、駅の業務は、神奈川臨海鉄道が住宅している。ホームの北側には、駅舎や、総合物流施設、F プラザ、カジガヤなどが置かれている。F プラザカジガヤは二棟あり、朝日食品、サントリーが使用している。また、敷地内にいろいろあるホームセンターカジガヤ店があり、敷地内の道路は、ホーム部分を除いて、一般車も通行することができる。 駅舎の上には国鉄 JR のコンテナを模した看板が掲げられている。国鉄時代、この看板は帯を巻いた C20 系コンテナのようなデザインであった。近年の年間発着トン数は下記の通り、川崎市の生活廃棄物輸送の初駅で、1日1往復の専用列車、クリーン川崎号が、神奈川臨海鉄道浮島線末広町駅まで運行されている。 1995年10月運行開始、市北部地域の住宅地で発生した生活廃棄物を東京湾林海部の浮島処理センターに運ぶため、川崎市が JR 貨物に鉄道輸送を提案した周期を有料した JR 貨物であったが、川崎市が清掃車で培った技術を利用した専用コンテナを作成することで運行が可能となった。 当駅で積み込まれた廃棄物は川崎区浮島町にある浮島処理センターまで運ばれる。粗大ごみ、一般ごみ、資源ごみ、焼却廃を川崎市の私有コンテナや JR 貨物のコンテナで輸送する。なお、このような家庭ごみを運ぶ列車は2011年5月、現在日本唯一である2013年9月、新造した専用コンテナを使った。 資源ゴミの輸送を開始した。従来はトラック輸送であったものを貨物列車に置き換えることで大気汚染や地球温暖化や道路渋滞といった環境負荷の軽減を図っている。川崎市のゴミ総量の6%にあたる年間約2万5000トンを運び、トラック輸送と比較して二酸化炭素排出量を年間170トン余り削減している。なお、 新潟県中越沖地震で、柏崎市のゴミ処理施設が被災し、ゴミの処理ができないという問題が発生したため、南長岡駅から当駅を経由し処理施設のある、浮島までの貨物輸送を行ったこともある。2017年5月26日から、リニア中央新幹線梶ヶ谷非常口及び、資材搬入口新設工事によって発生した、ハイド駅から大木町駅を経て、 川崎臨海部の三井不動までの間を、武蔵野南線、南部線、鶴見線本線、三井不動専用線経由で運ぶ専用貨物列車の運行が始まった。これには、クリーン川崎号の運行実績と JR 貨物が推し進めている静脈輸送の公表が背景にあるという、ウィキメディアコモンズには、クリーン川崎号に関するカテゴリーがあります。いずれも、 野川中里バス停下車。社、カジガヤ六町大目交差点と、第二カジガヤ加道橋駅の東側に、知って黒川道路が走っており、駅はこの道路からインターチェンジで伸びている。また、このインターチェンジの下にあり、幅広い貨物駅の元を貫通するトンネル内では2006年に、通り摩擦人事件が発生し、日本全国的なニュースとなった。この事件後、貨物駅下にあり、距離が長いトンネルは、 焦度が暗い、歩道に柵があり逃げられない、落書きが多い、などの問題点が指摘され、行政が対策に乗り出している。このトンネルは2007年8月に、地元中学生によって、水族館をイメージした壁画が描かれ、また現在は4箇所に、防犯カメラが設置されている。なお、この事件は長らく犯人が検挙されていなかったものの、2017年10月になり、 別の事件で逮捕、服役していた男が、当該事件に関与したことをほのめかし、10月10日に再逮捕された。東日本旅客鉄道武蔵野線鶴見駅、梶ヶ谷貨物ターミナル駅、府中本町駅、ありがとうございます。